質問ですよ。テトリスをやっている男性は超絶ハイスペックというのは本当ですか？結論、正解。理由その1、テトリスやっている人は頭がいい。四角いブロックを横一列に並べて消していくパズルゲーム、テトリス。そんなテトリスですが、とある論文によると、テトリスを毎日やることによって脳がポンと拡大し、頭が良くなるそうです。僕も中学校の時からずっとテトリスやってきているんですけども、おかげさまで入学した高校の偏差値は、42でした。よし。その2、クリーンな人が多い。テトリスをやっている人は理性のある人が多く、中高生が使う保険の教科書にも、テトロは欲望が抑えられて犯罪を犯しにくいと書いてある。そもそもあんな四角いブロックを揃えて消すだけのゲームに何千時間もかけるような人が犯罪を起こすわけがないね。すなわちテトロはクリーンな人が多く、頭がいい、そしてイケメンな人が多いね。よし。そして私はこのような持論を持ち続けて、約テトリスを2000時間ほどプレイしてきた。家に帰ってはテトリスを勉強し、寝るまで他の人の配信とかを見ていた。そして学生生活のほとんどをテトリスに費やしたおかげで、約20年間彼女ができたことがありません。終わりまーす。